らっしゃいませ。ではちょっと変わったものを使った怪奇現象をお見せしますね。まずですね、この板なんですけども、この板分かりますかね。このノブがね、両方についてて、でここに穴が2つ開いてるんですよ。で板に穴があると、なんとなくね、特に男子に多いんですけど、覗きたくなる気持ちがねあるらしくて、そのね変なパワーがね宿るわけですよ。ただね、これ別に1枚の板でなんか特別仕掛けがありそうもないですよね。でこの板が、ま、主役なんですけども、それにですね2本のロープを使うんですよ。で赤いロープと黒いロープなんですけども、では彼女に赤いロープで、彼に黒いロープ、ちょっと端持ってみてください。で引っ張ってみてください。でこう切れ目とかなさそうですよね。丈夫ですよね。ではまずやってみますね。これで、黒いロープをこっちにこう入れますよね。そして赤いロープ、これをここにこう差し込みますね。この状態でですね、どうなってるかというと、まあ、裏はこういう風になってます。まあそりゃそうですよね。別に何も起こってないね。で端はこっち前に見えてますよね。でこの状態でこう絡めても、この、ね、この2つがね、つながるっていうようなことは絶対ないわけですよ。絶対ない。なんか若干ちょっと見やすくしましょうかね。これリンクしてますよね。ずっと端見えてましたもんね。普通そうならないはずですよね。ただなんかね、僕がやってるから怪しいんですよ。もうちょっとね、フェアにやりましょう。こっちの端をね、内側からそっち側に出すんですよ。一番怪しいのはこの真ん中の部分じゃないですか。ここはなんとなくね、怪しいなって、こうやってここに引っ掛けておいて、端は見えてる。これだとさっきよりちょっとフェアですね。で、こっち側の端もこっち側から真ん中を通して、で、ここにかけておきますね。止まらないね。はい、でこれでですね、そしたら、彼女は赤の、いや赤の方の端をちょっと持ってみてください。そしてあなたには黒の方の端を持ってみてください。まだ引っ張らないですね。でこれで引っ張ってもまだノブに引っかかってるから何も起こらないですので、一つずつ両手で片方持ってみてください。あ、そうです、すいません。でですね、この状態でゆっくり右左で引っ張ってほしいんです。右手左手というふうに、そうです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 。さあ、両手を上にゆっくり上げていってもらいます。持ってましたもんね。ありがとう。それではですね、もうちょっと話をシンプルにするために、こちらの赤のロープだけ使ってちょっとしたことをしてみましょう。赤のロープをこっち側から入れるんですね。ね、こっち側の端をですね、こっち側から出しておきます。それでですね、それと別に使うものがあるんですけども、これですね、中からちょっと物を出してほしいんです。翡翠の輪っかなんですけども、まあ、高級なものなんで落とさないように気をつけてください、ね、そしたらですね、そっちの手でそれ持って、こっちの手でこっちの端を持って、で彼女はどっちかの手でこっちの端を持って、引っ張らないでそのまましてではちょっと立ち上がってもらって、そしてですね、輪っかをここら辺まで持ってきてもらいます。そうですね。でこの板にこっち側に輪っかをこう差し入れてもらいます。そうですね、もうちょっと下まで感じました。手を上げてもらいます。まあ何も起こってないですね。もうちょっと奥の方までこっちまで来てるんですね。今感じますかね。なんとなくこそこそ感じるでしょう。感じます。ではゆっくり手を、ね、上げてもらいたいんです。取ってますよね。取ってますよね。
持ってますもんね、走り用を持ってますもんね。そしてですね、こっからはもうオプションで言わなくていい話なんだけど、実はね、上着にも通ってるんですよ入っちゃいけないところが通ってるんですよ。そしてあなたはそのまま持ってて、で彼女はそっちの紐をね、あの切れてないか引っ張って確かめてほしいんですよ。ちょっと引っ張ってもらいます。どうぞどうぞ。若干さっきの記憶より若干長いですね。もうちょっと引っ張ってもらいます。これくらいでしたっけ、さっき。もうちょっと引っ張ってもらいますかね。これくらいですかね。相当ややこしいですけどね。ね、謎は深まるばかり、どうもありがとうございます。